今日の関東地方ですが、雨が止んでもしばらくは雲の多い空が続きそうです。現在皆さんからいただいた天気の報告を見ますと、雨はかなり止んできましたが、まだ神奈川県や埼玉、茨城県、栃木県など一部で弱い雨が残っています。また晴れ間もね、かなり広い範囲で戻ってきているといった状況です。ではこの先の予報を見ていきましょう。はい、こちらです。1時から見ていきますが、だんだんね、動かしていきますとグレーの色も薄くなって、雲が薄くなるということですね。そして晴れ間も、徐々に戻ってきそうです。ただですね、やっぱり夕方にかけてまだ雲のね、多い状態は続きそうです。夜になってくるとこの晴れのエリア少し広がってはくるんですが、西部山沿い、関東地方西部山沿いを中心に、雲が、多い状況は、続きそうです。とは言いましても、午後になりますとかなり天気の回復感は出てくると思います。そして、気温も上がりそうなんですね。天気アイコンと予想最高気温です。各地ですね、この後晴れのアイコンが出てきています。気温も、昨日より、上がるところが多くなってきそうです。雨上がりでね、花粉も飛びやすくなっています。花粉の対策などもね、しっかり行うようにしてください。詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください。